はいどうもこみです。さて本日も GS さんからお届けさせていただきます。いや前回ですね最後っていう風に言ったんですけども、いや実は念願がなってものすごく素晴らしい動画を撮らせてもらえることになりました。それがこの方の動画です。ジュンさんですね。GWC という日本のオンリークラン、まあ、最近ミックスも始まりましたけども、その一番強いクランを決めようぜ、盛り上がろうぜっていう、まあ、そういうリーグがあるわけなんですけども、その J1 で、ですね、タンホール13オンリーのリーグの J1 という一番トップのリーグで、12分の11の初見全開率を叩き出している。で、それによって JWC の全開王に輝いたジュンさんのエアタックをですね、今日徹底的に解説したいと思います。で、なんで徹底的にっていうかっていうと、ジュンさんってご存知の方もいるかもしれませんが、ゴレネクロボーラーだけなんですよ。だけでこの驚愕の成績を叩き出してるんですね。このコツをご本人にも徹底的に今日聞いてきましたんで、余すところなく全部お伝えしていきたいと思います。なのでですね、まあ、できれば最後まで見てもらって、もしね、この動画いいなというふうに思ったら、最後まで聞いてもらってですよ、いいなと思ったら、もう、ジュンさんに対してこれはもうありがとうっていう意味で、ぜひですね、グッドボタン押してください。っていうと、グッドボタンするとですね、皆さんのライブラリーに、この動画が残ります。グッドボタンした動画として。そうすると、いつでもこれを呼び出すことができますので、これネクロボーラーで迷ったら何回でも見てもらえる、そういう動画になっていると思いますね。ぜひぜひよろしくお願いいたします。というところで早速見ていきたいと思います。でですね、ジュンさんのアタックを見ていくときに、まずは、最初、どんな風にアタックするのかというところをね、見てもらった方がいいかと思うんで、これですね、まず見ながら、どんな攻めかをちょっとイメージしてもらいたいと思います。で、その後に、今日2つの、ね、パートに主に分けて話をしたいと思います。1つは、どんな村を選ぶのか。で、2つ目は、その村をどういう風に攻略するのか。これ似ているようで微妙に違うので、その2つの違いにちょっと意識をしながら聞いてもらえたらなと思います。まずは、すごい、シンプルに解説をしますと、ここですね、クエイクで穴を開けていきます。で、ジャンプの呪文を打つことによって、ユニットがですね、これ、村のすべての防衛施設に、壁の内側ないしは外側からアプローチできる状態ができてるんですね。例えば、この区画なんか見てもらえると、壁に囲われてはいますけども、内側から攻撃すれば、ここは潰せますよね。外側から攻撃すれば、ここは潰せる。要するに、ネクロとボーラーをドバッと出す戦術になっていますので、こういうですね、壁の中心部にあるようなこういう施設、これちょっと壊しにくいんですが、壁が空いてるんで壊せるって話ですね。こういうような、壁を壊さないと破壊できない防衛施設っていうのがないように壁を作るためのジャンプの呪文とクエイクの呪文を使うというところで、それを使ったら一気にゴーレム、ボーラー、ネクロマンサーっていう風にダダダダッとこう出していくんですね。で、その後は勢いで、もうほら話をしてたら、こんな削れちゃってるんですよ。あっという間。本当ね、この、アタックって、時間切れっていうのが基本ほとんどないんですよね。ネクロマンサーはほら、グランドボードにヒーラーつけて、お手ヒーからライトニング使ってとかやっていくと、結構時間シビアになっちゃうじゃないですか。なんだけども、この攻めって、一気にユニットを全部出しても、圧倒的な数の暴力で押し切っちゃうので、時間を1分ぐらい余すことができちゃうんですね。決まれば。で、じゃあ今日はどうやったらその決まる村を探せるのか。で、その決まった村に対してどう攻めるのか。ここをね、徹底的に話していきます。というところで、ナイスアタックですね。これが、この動画全部見てもらえば、おそらくできるようになります。自分も、それを意識しながらやってみたら、すごい、今、触れちゃうレベルですけども、フラメンの村、ガツガツ全開できました。本当にね、このコツ、やばいですよ。ちょっと、本当は、まあ、自分の心の中に、こう、それしまっておきたいぐらいなんですけども、まあ、アップデートで環境が変わっても、そんなにこれ、多分、伝えることがない攻めなので、ぜひですね、使いこなしてもらえたら、というふうに思います。で、ですね、まず、何度もね、ムクさんの村を壊すところばっか流して、本当はムクさん、ごめんなさい、申し訳ないんですが、あの動画ね、撮らせてくれる許可いただきまして、本当にどうもありがとうございます。桜チャンネルさんにお礼申し上げたいですね、ここね。で、まず、村を探すときのポイント、2つあります。1つは、マルチインフェルノタワーが1本以下であること。この村、見てください。マルチ1本もないですね。全部シングルです。2つ目、配置のクロスボウが3本以上ないこと。まあ、2本以下ってことですね。見てください。これ。クロス配置2本ですね。2本対空です。これは、OK なパターンですね。OK なパターン。で、その、中で、まあ、当然、こう、
密集配置でダメージがすごい、もうこれ隙間が全然ないようなガスガスの配置だと結構苦戦しちゃうんですけども、ある程度今のそのトレンドってこう、配置のそのなんていうんですか、隙間がね、広がってます。ライドラ対策ですよね、主にライドラ対策で広がっている隙間をうまいことこうネクロたちが縫うように攻めていくわけですね。どういう風にするか、ここからがですね、もう一歩踏み込んだ配置の見方プラス攻め方、ちょっとそこら辺が少し混ざります。今これ映ってると思いますけども、当たり前の話って書いてますから結構これ重要ですね。主要施設をしっかりと落とせるルートを作れるかです。でここでいう主要施設っていうのは何かっていうと、まずはタウンホールですね。タウンホール、これすごい重要ですね。当然ながらギガインフェルノ、ギガテスラもそうですけども、タウンホール準十三の最大火力防衛施設です。で次投石機ですね。これを主力でちゃんと落とせるか、でこれを落とす理由を曖昧にしないっていうことなんですね。で、次にインフェルノタワーですね。あとクロスボウ、ちょっとチェックしていきましょうか。これまずはタウンホールでしょ、インフェルノ、クロスボウ、順番バラバラでごめんなさいね。宝石優先順位的に本当は言えばよかったんです。あとはインフェルノですね。はい、これを落とすっていうことですね。こう丸をつけてみるとなんとなく分かりません？この列にめちゃくちゃ集中してるなっていうこと分かりますよね。で、ここにさっき見てもらって覚えている方いるかもしれませんけども、ジャンプの呪文を打っていって、クエイクの呪文を打っていって、一気にここを突破していっちゃうんですね。っていうことで主力で、今言った施設を折れるかどうかって、なるべく多く折るのが重要。特にタウンホールと投石は必ず意図的に落とすってことなんですね。これができるかどうか。で、次にですね、ここの部分なんですけども、ジャンプではなくて、なるべくクエイクを使うっていうことなんですね。これちょっとね、驚きなんですけども、ジャンプとクエイクで8枠分を使ってもいいってことなんですよ。ここは呪文の枠数ケチるなってことなんですね。むしろケチらずにしっかりとルートを作る。幅広くわっと広げればいいってわけじゃなくて、この壁の区画をうまいこと、残すところは残す、つなげるところはつなげて、ルートを作ってあげるんですね。主力がしっかりと今言ったこの投石、タウンホールは必ず落としながら、なるべくこれインフェルノとクロスボウを壊せるようにルートを作るということです。で、今回のケースみたいにここクエイクでガツンと開ければもう一箇所はまあここでいいですね。別にここクエイク使う必要全然ないですよね。なんでかっていうと、今さっき丸をつけたタウンホールをね起動しちゃうんであまりおすすめじゃないと思うんですけども、投石、クロス、インフェルノですね、この辺の施設っていうのが密集している。特にここウェイク打つと体力、相手の防衛の HP をガクンと削ることができますよね。なんでなるべくジャンプではなくクエイクを使うんですね。なので8枠分使ってもいいと、使ってもいいからしっかりルートを作りながら施設にダメージを与えていきましょうってことなんです。でもこっち側は今言った施設がないじゃないですか。だからジャンプでいいんですね。でこういう風な形でジャンプを使わずにクエイク4枚で多数の今のターゲット施設にこういう風にダメージが与えていけちゃうような場合っていうのは、これはもう美味しいパターンってことです。6枠で壁を突破できるパターン、そうするとレイジとかフリーズに枠を割くことができるんですね。でも今回ジュンさんもう1枚クエイク持ってってますね。これどこに使うかというとここです。投石機をなるべく早く折るためにここにクエイク打っていくんですね。これぐらい投石のケアをすごい重要視してるということです。で、攻め方に関しては、本体がですね、まずここにこう行くじゃないですか、ガツンと。いますよね。そうしたら、こっち側は潰せるけども、こっち側、下側、この投石とクロスボウが残りますよね。これどうするかっていうと、ロイヤルチャンピオンでケアしていくんですね。で、ここ今、ぜひね、文章の方を見ながら聞いてほしいんですけども、シングルインフェルノとフリー、ヒーローからは、きっちりフリーズで守りましょう。だから、捕まった場合用に3枚のフリーズ持ってってるんですね。これ、タウンホールを止めるとかいうわけではなくって、ロイヤルチャンピオンのサポートに使っていくっていうのがポイントです。ロイちゃんをなるべく殺さないようにフリーズでサポートしながら長生きさせるんですね。で今回の場合で言うと、もう一個狙い目、配置を見極めるポイントとして、主力でこっちを削りましょうって考えたときに、ロイちゃんでこっちを削りましょうですよね。ロイヤルチャンピオンで。だけど、ヒーローと当たんないんですよね。あとシングルインフェルノもないんですよ。ここにいるキングクイーンは、中に入ったネクロとかボーラーに引き寄せられて、そっちで処理されちゃいますから、ロイヤルチャンピオンはこのレーンっていうのを悠々と歩いていけるってわけなんですね。
で、当然捕まった場合にはフリーズで逃げればいいんですけども、こういうふうに捕まらないような配置と出くわした場合には、これはもう、ラッキーってことですね。だからこのムクさんの村っていうのは、ジュンさんのこのプランにがっつりハマってたわけなんですね。っていうところで、まずプランニングをしていくというのがポイントです。では、動画を見ながらですね、実戦の攻めの、一個一個を詳しくちょっと見ていきましょう。まずは、1分50秒くらいで全開してるんですよ。めちゃくちゃ早いですよね。しっかりクエイクで、この辺の防衛にダメージを入れながら壁を開けていきますよね。はい。で、ジャンプの呪文を打っていくということで、さらにクエイク先に打ちましたね。クエイクを打って、ジャンプの呪文を打っていくですね。この段階で一旦止めます。細かくですいません。この段階で、この部分の区画が全部こう繋がっているっていうのが分かりますかね。この辺までかな、こう繋がっている。このくらい。ここを全部ネクロボーラーで壊すように、残す壁は残してるんですよね、ちゃんと。分かりますかね。で、ダメージを入れるところにはダメージが入ってると。で、まずゴーレムを出します。4体のゴーレムが出てきましたよね。この後ユニット何を出すか。めちゃくちゃこれ重要です。この後にまずボーラーを出すんですね。で、このボーラーを出すことによって、ここ見てほしいんですけども、ゴーレムの後、ネクロじゃなくてボーラー、これ注目ポイント。しっかりカットが進んで、その後出すネクロとボーラーとかゴレが、自然に3方向に散らばる。3方向っていうのは、外周2方向と、主力となる中央です。この3方向に散らばるって言うんですね。これ。で、主力っていうのは、さっき言ったここに入っていく部隊ですよね。でもって、これだと、3等分されちゃってユニットの、進行っていうのが、みんなどこも火力同じぐらいのパワーでいくことになっちゃうじゃないですか。で、そうすると真ん中が主力って言えないですよね。なんで言えないかっていうと、まあ今言った話が、なんでじゃあこれを主力にできるかっていうと、そっちが言いたかったんですよ。ヒーローを入れるからなんですね。キングと、アーチャークイーン。こいつがグランドボディと一緒に中に入っていくことによって、均等配分された3つのチームの真ん中が主力に化けるんですね。これがポイントです。で、メインルートに金を進ませるんですけども、ちょっと遅らせてタイミングを見計らってるそうです。1、2秒ぐらいらしいですね。はい、これ。効果兵舎を出して、ちょっとカットを進めてグランドボディに出してから1、2秒。はい、これ。このタイミングですね。ワンテンポ、ふっと間を置いて出すと、うまいことばらけるって言うんですね。ゴーレムを出す、ボーラーを出す、ネクロバンサーを出す、投下兵舎を出す、グランドオーデン、そこまでは一気にポン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 と進めていく。で、ふっと息をついて、キングとアーチャークイーンを出していく。そうすると、こいつらが真ん中に入るっていうんですね。入ってってますよね、マジで。俺もすげえな。ロイヤルチャンピオンが今出てきましたね。ホーミングシールドを使って、投石機を速攻で折ってます。体力満タンのロイヤルチャンピオンがホーミングシールドを早々使ってるんですよ。で、投石機に関しては、ネクロたちを倒されちゃうと嫌なので、しっかりとフリーズで止めて、今、ケアをしてきましたね。で、残ったイーグル砲、この部分に、フリーズを当てていって、ロイヤルチャンピオンをさらに守っていきます。ウィットに地味に削られちゃいますからね、ロイちゃんが。このロイちゃんがイーグル砲にアプローチしていくことによって、はい、これです。イーグル砲の範囲にロイちゃん入らずに、この白枠の中はね、イーグル砲が攻撃してこないので、ロイちゃんが一方的にイーグル砲を叩けると。で、あれよあれよという間に、アーチャークイーン能力残して全開と。いうことになります。能力結構使うのかな、確か。でもまあ、使わなくても全然いけちゃうレベルですよね、これ。ネクロとボーラの残り方が半端ないんですよ。これね、僕最初見た時に全然安定感多分その得られないなと思って、なんか結構その、なんていうんですか、ある意味運を手に任せる的な攻めになってるのかなと思ったんですよ。でもここまで聞いてみると、この攻めってめちゃくちゃ緻密だけども、論理的に組み上げられてるのがわかりますよね。だからつまり論理性が含まれてるってことは再現性があるわけなんですよね。だから、JWC っていうその日本のトッププランを決める大会で、しかも一番位が高い J1 の中で圧倒的な差、2位に1全開差以上をつけて全部初見で12分の11っていう全開率を叩き出せるわけなんですよ。ほんとポンコツのボンクラにいても結構ジュンさんの全開以外って僕見たことないんですよ。多分今まで数何回か出てもますけども、1回か2回しか多分失敗したことないんじゃないかなっていう感じですよね。いろんなその強いクランとのフレー戦なんかもやってるにもかかわらずですよ。だからもうそういう点がめちゃくちゃ本当にやっぱり、練り上げられた攻めになってるんだなというところですね。では今の話を見ながらもう一本動画見ていきたいと思います。こちらを流して今日の動画終了です。最後までぜひお付き合いください。これはちょっとですね、話をさせて、ここジャンプで越えていってクエイクをここに打っていきますね。
さっき言ったように投石機とこれ、クロスボウとインフェルノがあるので、これをしっかり、ウェイクでダメージ与えながら壁を開けていきます。で、タウンホールがここにありますよね。で、今回出す面ってこっちなんですよ。36時面。タウンホールに寄り道していかないと届かないですよね。これだと、投下兵士はダメなんですね。これダメ。どうやっていくかっていうと、バスターを使って一気にここ突破していきます。で、タウンホールを確実にバスターの中身で折っていくんですね。っていう感じ。で、壁のスクリーンに関しては、こことここさえ開けてしまえば、ごめんなさい。こことここさえ開けてしまえば、全体がまあこういう風にまあイメージつながるわけですね。こんな風に。この投石機は内側から叩ける、ね、でこのアーチャートに関してはこの壁の隙間を入ってきたネクロが叩ける。だからこれ以上のウォールブレーカーとかジャンプの呪文とかはいらないよっていうことなんですね。では見ていきましょう。あーとごめんなさい、1個言い忘れた。今回の配置ですね、これクロスボウ対地ですね。対地が1個ありますけども、他のクロスボウはみんな、対空、対空、あとはもう一個どこだ、壊しちゃうのかな。どうですかね。ウェイク、あ、こっちか。はい。対空、対空、対空ですね。対地が1本だけで、マルチインフェルノは、これシングル2本、マルチ1本だから、さっき言った、マルチインフェルノが1本以下、対地クロスが3本、2本以下の条件に合ってますよね。で、こんな形ですね。今回は寄り道しなければ、壊せないこのタウンホールにバスターを当てていく。それ以外のロイズの使い方っていうのもぜひ注目してください。まずはゴーレム出してボーラーをダダダッと出していきます。指いっぱい使ってます。多分4本ぐらいの指でダダダってこう3本か4本でこう出してるんでしょうね。で、グランドウォーデンバスターを出してワンテンポ遅らせて、ここでバーバリアンキングとアーチャークイーンが出てきましたね。ある程度表面のこの層、表面の表層をカットしたことを見計らって出すとちゃんと中に進むっていう、その時間が1、2秒の間っていうことですね。フォームをしっかり当てて、防衛援軍と1個目の投石に当たるところでユニットを守っていきましたね。で、バスターがしっかりタウンホールの方に向かっているのがわかります。で、ロイヤルチャンピオン、これは、今回は、3時方面から出てきましたね。で、このシングルインフェルノのところ、ここをケアしていきます。ウィストとシングルインフェルノをロイヤルに叩いていく、叩こうってことですね。で、ここ、フリーズを1枚使って握れる準備ができていますけども、ロイちゃんがシングルにたげられるタイミングが少し遅かったので、そのまま突破していきます。まだホーミングシールドは残った状態。で、アーチャークイーン、キングも能力を残した状態です。この圧倒的なパワー。フリーズを使って、投石に、投石を止めましたけども、もう実際これ止めなくても多分全然関係なかったレベルですね。ロイちゃんもこれ能力を最後解放するのかな？すると思うんですけども、しなくてもいいぐらい。これぐらいのやっぱり余力っていうのが、さっきのその理屈をしっかり抑えればあるわけですね。あ、ロイジャントクイーン能力残しましたね。で、このユニットの残り方ですよ。この編成です。イエティが2体のバルキリが1体ですね。援軍は。この2本を見ても、まだ、この、ちょっと不確定要素が多いなっていう。思いますかね。思わなくないですか。ここまで見るとさっきの理屈っていうのを全部村に当てはめてちゃんと選んで、選ぶべき村を選んで、で壊すべき施設の優先順位ですね、タウンホール、投石機、これを最優先、必ず曖昧にせずにルートを作って壊す、その中で壊せない場合にはロイちゃんか、突破兵器を使って落としていく、突撃艦かバスターですね。当然タウンホールにロイちゃんというのは相性が悪いんで、タウンホールには突撃艦かバスターです。投石機の場合にはロイちゃんですね。それをやっていくという、ね、で、クエイクの呪文をなるべく使って主要施設にダメージを与えながら中心部に穴を開けて突破スピードを早めていくということですね。外に回ったユニットたちがどんどん先行っちゃうと、やられちゃうので、ちゃんと外と中のユニットが並行して進んでいく、こう面で進んでいくようにしていくためには、ここにクエイクを入れて中央の高火力帯かつ高 HP 施設を削りを早くするということなんですね。で、2個打ってそういう状態を、クエイクを8発打ってそういう状態を作るでも全然 OK だし、今みたいに序盤の、部分がジャンプで済んじゃう。要するにそこに主要施設があんまない場合ですね。はジャンプで済むから、まあ、逆に言うと中央に固まってるってことですよね。中央に固まってる場合。これは非常に美味しいよっていう話です。で、もう一つ言うと、トームとレイジは非常に早く使えっていう話ですね。ちょっとね、さっきそれを言い忘れちゃいましたけども、今回も見てください。1分40秒の全火力です。
すごい早いですよね。時間切れのリスクっていうのが今のこの環境すごく騒がれてますけども、全然なことがないと。でジャンプを打って、ユニットを出してから1分30秒ですね、わずか。でゴーレムを出してきます。4体出してタイヤをしっかり取ってから、後ろからボーラーですね、ネクロを出して、バースターを出して、でウォーデンです。でまだ今これアージャークイーン出しましたね。でもキングはこっちに逸れちゃったりする可能性があるので、まだ出してません。でこのタイミングでキングが出てきましたというところですね。この対空砲が危ないですけども、そこしっかり、ボーラーが壊してくれて、ここでもうレイジと、見てくださいこれ、もう早速使ってるんですよ。これがねやっぱりポイントですね。こういうラッシュ系戦術を使う場合って、これはジュンさん本人もおっしゃってますけども、レイジと、トームっていうのは早めに使いましょうと。なんでかっていうと、それをね結構中盤のこういうところ、この辺攻撃が一歩く見えるじゃないですか。そこまで待っちゃう人がいるんですね。レイジをここに使いたくなっちゃうんですよ、こことここに。でもそうするとですよ、この部分でユニットがやられちゃったら、レイジを使ったりトームを使う対象が減っちゃいますよね。それはダメだって話なんですね。要するに序盤でしっかりとレイジトームを使って、ユニットを活かしながら加速させていって、一気に序盤で、村の全体の相手の防衛力とこちらの攻撃力に対してその優位性を作っちゃうんですよ。そうすると相手の防衛力が弱っている中盤以降っていうのは、今度自分たちの数の優位性が働くので、呪文とかトームっていう能力がなくても、そのままのユニットのその力で押し切れるでしょっていう理論なんですね、らしいんですよなんですねって言うらしいんですよねでもそれでこれだけの圧倒的なパワーが出ているってことは、もうこれはやっぱりですね、ちゃんと意識して真似ていく必要があるポイントだと思います。なので最後の、ワンポイントアドバイス的なところっていうのは、レイジとトームは先に使えっていうことです。どうでしょう、この素晴らしい、ジュンさんのご指南ですね。もう僕本当勉強にしかならなくって、マジで。もうこの動画撮る前にね、多分何度見返したか、30分ぐらい動画とコメントを何度も何度も見返して1時間ぐらい見直したかもしれないで撮ってます。それぐらいやっぱり本当に残したいそのご指南だと思いますし、もうすごいですよね。ゴリネクロボーラーって多分やってることは結構多いと思うんですよ。のしのカンクラでもミケネコさんがねやっていて、すげえうまいんですけど、もうそういうその発想っていうのにも、これが使えるし、なんなら今流行っているスパジャイネクロとか、そういう編成にもおそらくこの同じ理屈が使えると思うんですよね。だから、ドバッと出す系の戦術には本当にこの、ネクロをドバッと出す系の戦術全般にこの理屈がほぼ全部当てはまると思うので、ぜひですね、村選びのポイント、クエイグを使って穴を開けるだけではなくて、主要施設にダメージを入れるっていうその発想だったりとか、たくさん応用できるとかいっぱいありますんで、ぜひですね、2回3回と見直していただいて、そのコツっていうのをしっかり叩き込んでもらった上で、いろんな攻めにも応用できるし、この戦術も使ってみてもらえたら本当に嬉しいです。最初言ったように、もしも、この動画参考になっているということでありましたら、ぜひね、グッドボタンを押していただいて、ジュンさんにお礼を伝えてもらいたいということと、グッドボタンを押すことによって皆さんのライブラリに保存されますので、ぜひね2段をしてもらえたらというふうに思います。そしてよかったら僕のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。こんな感じでタウンホール13、12、11の動画、今後も上げていきたいと思います。というところでですね、今度こそ、GA さんからの、動画最後になるかと思います。最後になります、ね、本当にね、こんな最後にビッグプレゼントもらって嬉しいですよね。本当感謝感謝でございます。短い間ではございましたけどもね、またどこかで GS の皆さんとご一緒できることを楽しみにしたいというふうに思っておりますので、また、ぜひね一緒にクラクラ楽しみましょう。というところで本日の動画を終わりにさせていただきたいと思います。長くなりましたが、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。